今日は8月の5日です。で昨日プレオープンして、2日目です。問い合わせは全くありません。当たり前だろっていう話です。でまあ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 、部屋の整理をしていきます。でまあとりあえずこれ俺部屋なんですけど、本来引っ越す予定ではいたんですけど、なんか引っ越せなくなってきちまったなっていうのが本音です。やっぱ荷物が多すぎる、荷物多すぎるんで、まあ仕方がないですね、仕方がないですね。まあでもまあ今年はね、今年と来年ぐらいはちょっとここに落ち着けてはいきますので、まあそんな感じでやっていきます。はい、まあ一応一旦ここ、まあ、本棚ようやく置き所があってここですけど、今ジモティで連絡取ってて、子供用の学習机をタダでくれる人が近場でいたので、まあうまくもらっていれば、こう8月中には、もらえるということです。やっぱり本が多くなってきちゃったから、本を置きたいですね。で学習机だったら本棚もあるし、まあパソコン机にも結構改造のしがいがあるわけです。要は学習机だから本机の上に本棚もあるし、サイドデスクもあるし、でそのサイドデスクのところにもなんかまだ本棚があるのかな、まあ、学習机だから本をいっぱい置けるんだよ。だからそういう設計が良くて、学習机取っ払っちゃえば上はフリーなわけだから、そこにプリンター台とかをねガチャってつければ全然 OK なんよ。 L 字金具で無理やり打ちつけてね。だから全然改造のしがいがあるから、そんな感じでやっていこうかなと思います。まあ予定としてはここが、学習机になりますということなので、まあ、学習机の後ろにこれ本棚があるんで、ちょっと本を戻しておきます。あ、今結構今回はですね進んでますね。あ、進んだっていうか、まあプレオープンした後かなになるので、まあなかなかスキーはしてきてるはずですね。でまあ細かいところですね、管理人部屋の引っ越しをやった回ですね。 でやっぱり、一番うるさいところかな、冷蔵庫はどうしても壁1枚隔てて向こう側にある部屋を、まあ、ちょっと俺が使った方がいいのかっていうので移動してますね。まあ、これ粗大ごみで出すんで車の中もしまっときます。はい、であとね、まあ、一応これすだれをつけたんですけど、で将来的にはここ二重窓にはしたいん で、あとはその木製の戸なんです全部。だからその木製の戸が雨風にダイレクトにさらされるっていうまずいかなって思うんで、とりあえずあとはこの廊下のこの狭さに対して、やっぱり将来的に二重窓にしたいんですよ。中からポリカの、まあ、182の扉を簡易キットで作って、まあ、ここタルキを打ち付けてつけるので、まあ、大体もう4センチこの廊下が狭くなるんですよね。だからカーテンをつけちゃうと、カーテンつけた分もっとこう圧迫感が出ちゃうんですよね。だからここは外ですね、外にオーニングをつけて、オーニングっていう発音なのかちょっと分かんないけどね、日よけ用のオーニングつけて、それでやろうかなって感じです。これ以上中につけても中が狭くなっちゃうからね。はい、まあ、あともうちょいでここも片付くかな。だからまあ、あとはこの鉄製のカーテンレールあるんですけど、このカーテンレールは真っ二つに切って、真っ二つに切ってこういうところにつけちゃおうかなって思いますね。はい、うん、カーテンレール長すぎるから切って、各部屋につけようかなという感じです。そうですね、あとここも多分まあこんな感じでやっていけるんで、もうちょいちょっとここ片付けましょうか。はい、であとね、荷物を移動したかったんですけど、じゃあ荷物をこれ
移動する先の、まあ、僕の管理人の部屋なんですけど、まあ、そこ荷物を運ぼうにも荷物を運んだ先の部屋が片付けないというわけで、まあ、片付けるためにまた片付けしなくちゃいけないというような感じですね。まあまあなんでかね、やっぱり結構散らかしてきましたね。まあとにかくその場その場しのぎになりましたけど、まあ、ぶっちゃけ話を言えば立てた計画が全部まあ、ほぼ全部じゃないけど、まあほぼなんだろう、床はぐったりとかして、いやこれ全然 YouTube 先生で見たやつと違うじゃんみたいな、まあそういうものが、まあ、そういうものばっかりでしたよね。だからまあそのためにああでもないこうでもない、じゃあ何なんだよとか言いながら、まあ結構散らかしながら、まあ、うん、めちゃくちゃ物は散らかしてましたね。うん、まあ、これもしゃあないかなと思いますし、これもいい DIY を始めて1年目にしてはまあ上出来だと思うんですよ。全然上出来と思いますね。だからまあ今ではですね、ここは片付いて僕の部屋になってます。まあ、管理人部屋ですね。はい、8月5日です。明日が竿燈祭りの最終日です。はい。まあ、今日ここ片付けるつもりだったんだが、ここを片付荷物を移動する先の荷物を片付けることで必要だったんですけど、まあ終わりませんでした。はい。今月はちょっと自分の体のメンテナンスですね。一応今年のブログにも書いた、異常筋症候群を治すという目標は、意外と達成したという感じです。まあ、確かにちょっとまだ筋張ってる凝りとかはあるんですけど、もうジョギングもできるぐらいだし、すごい体力戻りましたので、まあ、そこはそこで OK かなと思ってます。で次は、もともとなんかね、32かな、鳥取の移住に失敗した時ぐらいからね、胃腸が弱くなり始めたわけですよ。私あの時が一番ひどくて、血便ドバドバ出てた時代なんですよ、ストレスで。まあもちろんそこはもう出たんだけど、でまあやっぱりそれ以来の痔がひどくなりまして、まあ一応行ってきます。多分胃腸だな、それが出ちゃってると思います。あ、いや、まあね、なるべくっていうか、まあ、徐々に徐々にプレオープンをしてから片付いてきている最中のところです。まあこれでですね、なんとか来年からもっといいオープンの状態にしていきたいですね。でまだプレオープン続いてます。バイバイ。